はい、どうも皆さんこんにちは、ヤタガラスです。サンバ、ガラス揃って撮影するのは本当に久々なんですけど、あいにくね、風のノイズがすごくて、本日は僕が声を後取りしての動画になります。サンバ揃ったの本当に久しぶりなんですよね。1年ぶりぐらいですかね、撮ってなかったんじゃないかな。そんな間にね、チャンネル登録者数が1000人いくことができました。ありがとうございます。サンバガラスのメンバーにはね、よく言ってるんですけど、本当に初めの50人ぐらいいけばいいんじゃないっていう話をしてたんですよ。それが1000人ってすごいですよね。皆さん本当にありがとうございます。これからも動画上げていきますので、応援のほどよろしくお願いいたします。これはヤタガラスのマスクの話をしてますね。ベストマスクにキャップ、なかなか似合ってますよね。実はこのベストマスクもニューモデルで、ちょっと出目、目の作りが飛び出しているんですよね。このマスクの付け心地が良くて、かなり気に入りました。で、今日の本編なんですけど、僕らのメドウガーデンの近くに梅の木があるんですよね。それを収穫していこうと。収穫といえばフギンさんなんですけど、まあこれ嘘か本当かわからないんですけど、ちょうどフギンさん梅酒を作りたかったっぽくて、材料を買ったらしいんですけど、なぜか梅だけ売ってなかったって言うんですよね。そんなタイムリーな話あるっていう感じなんですけど、この後梅を収穫していきたいと思います。おっと、フギンさん匂いを嗅ぎつけましたね。早速梅に手が伸びていきます。おー、すごいいい梅ですね。梅の表面に赤紫の点々が見えると思うんですけど、これは食べる分には全く問題ないということは調べて出てきましたので、これを使って梅酒を作っていきたいと思います。梅が取れてフギンさんご満悦ですね。テンション上がってますね。まあ梅酒作るのに1キロぐらいが必要みたいなんでね、それを目指して収穫を進めていきます。梅酒を作ってね、みんなで忘年会にいっぱいやろうという話になってます。自賛してますね。ちっちゃそうですけどね、フギンさんにしては控えめなサイズの袋ですね。どん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 これでね、取っていきます。ベストマスクつけて梅収穫してる姿がかなりシュールですね。こんな映像を見てる人はどういう気持ちで見てるんですかね。そういえばね、僕もあのオイスターリーフ食べさせてもらったんですけど、これ本当に牡蠣の味しますね。レイブンとかフギンさんが言ってた通り、ちょっと味の奥の方に牡蠣を感じました。あれはあれでなんかありかなっていう、ほんとサラダとかに入れたらね、美味しそうな。
ヤタガラスが木に登って目を取ってます。梅の木は結構ね、毛虫とかがいて虫刺されに合うんですよね。みんなでね、こう一致団結して梅を収穫しています。いや、風が強い。そこはどって言われてますね。いや、めちゃめちゃ取れましたね。これで梅酒を作っていきたいと思います。それではサラダバー。